どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワテラです。で今回なんですけども、隠された8つの裏技、面白い便利なトリック集ということで、運営が絶対教えてくれない裏技です。で前回の9つの裏技集も概要欄から参考に、まあ、ぜひね、ロケランで遊ぶ方法とか、また FIB ビルに入るだとか、もしくはね、実装されていないアパートに入る方法などもありますので、参考にしてみてください。ではまず1つ目、まず翔太郎というねバイク、これ限定になりますけれども、このバイクを使ってぶっ飛び翔太郎、まあちょうどね、このライフインベーダーの駐車場、まあ入るところですね、ここからここに突っ込むだけ、ゆっくり突っ込むだけでボーンって上に飛びますんで、まあこれなかなか簡単で面白いんで、ぜひチャレンジしてみてください。着地は毎回このようにやられます。マスクにヘルメットや帽子を重ねて面白いね顔面を作る方法ですね。まあ、例えばですね、コスチュームに、保存済みコスチュームですね、ここに、帽子とか、ついてるもの、もしくは、ヘルメットとか、そういったものをね必ずどっか保存させておいてください。でそれに重ねたいマスクなどをまず着用します。で今回は、どれにしようかな、まあいろいろあるんですけど、まあ頭でっかちなやつを無理やり帽子と重ねると、そのマスクがギュッとね小さくなったりして面白い顔面になったりするんで、まあそれちょっと見せていきましょう。というわけで今回はこのパンプキン、このパンプキンマスクをつけた状態で帽子重ねて変な顔にしたいと思います。ビーチにある望遠鏡、もしくはアパートについている望遠鏡を使います。ビーチのやつ使う場合は、所持金でお金持ってないと俺使えませんので、ちょっとね現金下ろしておくといいかなと思います。でポイントとしては、この望遠鏡のところ走り込んで右十字キー連打して、アクションメニュータッチパッド長押します。走り込んで右十字キーを連打してタッチパッド長押しして、アクションメニューが出たらスタイルで帽子がついたコスチュームをつける。であとは離れるとマスクが重なると。しかもこれマスクがギュッとちっちゃくなって面白い顔になるので、ぜひチャレンジしてみてください。続いては、まあ一人でもできるんですけど、フレンドさんいた方が面白いかなっていうやつですね。ぶっ飛び信号銃ということで、これビーチ沿いにあるこのパラソルなんですけど、パラソルを下から信号銃で撃つとすごい吹っ飛ぶんです。なのでここの上にフレンドさんが乗っててくれたらすごい吹っ飛びよと。またこれ一人でも一応できなくはないよっていう感じで、パラソル系傘みたいなやつはね大体全部できるんですけど、自分でやる場合は下に向かってやると吹っ飛んだりします。まあフレンドさんに下からね、ボーンとね打ち上げてもらった方が多分ね飛びます。すごいね距離が伸びるかなと思います。まれにね、一人でやってもまあ吹っ飛んで、っていうこともできます。このぐらいはね飛んだりもしますね。まあぜひねチャレンジしてみてください。めちゃくちゃ簡単です。続いては、信号銃で花火ということなんですが、この公衆トイレですね。トイレの中に信号銃をこうやってね3発ぐらい入れたりします。まあ5発とか6発入れても一応できたにはできたんですけど、まあ3発ぐらいがね安定してうまくいくかなっていう感じですね。でこのように横になってる状態で信号銃のね、光をこのように入った状態で、アトマイザーをちょっと上の方に向かってやると打つ。そうするとプルーンってね回転した時に中身の信号銃が上にポーンって打ち上げられるんですね。これがなかなか夜だとめちゃくちゃ綺麗だったりするんで、まあぜひね、フレンドさんとかもしくは一人でも多いので、夜チャレンジしてみてください。まあ、なかなか面白いね打ち上げ花火になるかなと思います。続いてはですね、列車でロスサントスということで、列車が唯一止まる場所があります。でマップの位置はここで、この列車、まあ、もちろんね一番前の、ところ操縦席があるところは座れるんじゃないかなって思うと思うんですが、そうじゃなくて全然違うコンテナのところに座ることが可能です。まあ、大体なんですけど、これ毎回コンテナの形とかね、タンクだったりする時もあるんですけど、まあ、大体この橋のこの辺りのところで三角を押してみてください。でヒュッと急に乗っちゃう場合あります。
こうなれば成功。これね、タンクみたいな形の時も入れたりもします。コンテナでも入れたりします。で、これ一回入ってしまうと三角も効かないし、下十字キーを押すと貨物列車とかってね、普通に乗り物判定あるんですね。でも勝手に自動で動いてしまうので、じゃあこれどうやって解除するのかというと、アクションメニューから自滅をするか、レースなどをロビーまで行って退出で脱出が可能となります。まあ、このままずっとロスサントスをね、一周ぐるっとすることも可能だったりしますね。空中浮遊 BMX、 これはレスターの工場の付近なんですけども、まあ、こういったね、ちょっとした見えないオブジェクトみたいのがあって、 BMX でジャンプするとなぜか浮いてしまう場所っていうのがロスサントスにはいくつか存在します。で、そのうちの一つがここ。めちゃくちゃ簡単です。ただジャンプすれば浮いちゃうっていう状態ですね。ちょっとしたトリックですね。続いては便利な機能、色を指定して BMX を購入。まず BMX 購入する画面まで開きます。この画面まで開いたら、次に左上の家のマーク、ホームですね、インターネットのところの家のマーク、ここをクリックします。次にレジェンダリーモータースポーツ2ドアで、下の方に行き、Z タイプというね、乗り物があります。これ決定をして、色をここで BMX やりたい色指定します。グリーンだったらグリーンで、次に今度インターネットの上の方に行き、時計のマークみたいのありますね、そこをクリックします。こうクリックしたら、次に出てくる文字の中で同じところ、これクリックしてください。バイクディテール3って書いてあるものを、決定をします。そうすると、色は Z タイプとして指定したんだけど、バイクを購入する画面にパッと戻るので、緑を指定した BMX を購入っていう状態になり、このまま購入する、自分が分かるガレージに購入して、まあ1分半ぐらい待つと届きます。色付きのね、BMX、自分で購入することができますので、普段だとランダムなんですけど、これ指定することできますので、まあ、ぜひね、簡単なんでチャレンジしてみてください。最後は無限に飛び続けるファギオということで、スタントレースの中で、意識高く飛べというね、スタントレースあります。これバイクなんですけど、バイクでスタントレースをやると、実はどんなバイクでも無限に飛ぶことができます。極端に言ったらファギオでもいけるよと。まあ、もちろん他のね、パワーのあるバイクとかでもいいです。で、こういうジャンプ台で、ちょっとウィーリー気味、むしろ頭が下に来るぐらいな感じにします。で、この状態で維持するんですが、左のスティック下にやってるだけじゃダメだったりするので、ぐる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 左のスティックを回したりすると結構維持できたりします。また違うジャンプ台でも可能ですね。まあ高速回転はさせないので、まずゆっくり左のスティックをぐるん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 みたいな感じですね。そんなぐる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 って回さないです。こんな感じでぐるんぐるんってやってると、どん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 上昇して、もう大気圏突入しちゃうよと。でうまくいくと、まあ、このままね、死んだ状態になって、次のまたチェックポイントに移動とかになったりもしますし、まあこれちょっと下がってきちゃったなーっていう感じだと、ずーっとマップの端っこの方まで行っちゃったりもします。まあ、永遠とほぼね、飛ぶことができるので、ぜひチャレンジしてみてください。というわけで、最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke